どうも、すみです。今回、肩の当て方、使い方、こちらをやっていきたいと思います。これは接近戦です。接近戦で相手のパンチを遮断したいとき、また押し込んでいくとき、こういったときに活用します。遠くからはもちろん当てに行けないので、接近戦でまず自分のパンチを打ちます。この後、もらってしまうと、パンチも行ってこいになってしまうので、自分だけ当てて相手のパンチをもらわないようにするときに、下から潜って肩を当てます。そのとき当てるポイント、場所としては前側です。ここのてっぺんをこう当てていかないように、前側で当てます。ここで下からすくい上げるようにこういった形で当てます。膝を曲げて下から入っていきます。足、相手のオーソドックスなら左足の内側に自分の前足を持っていきます。そうすると足が縦になるので、縦になると前後の力に強いです。押していく前後に強い、開いてると前後は弱いんですけど、一直線になれば強くなるので、この形で押していきます。相手のパンチを遮断した時にこのまま長くいると相手もポカポカ打ってきます。これは効きはしないんですけど、ずっともらってると見栄えも悪いので、このパンチをもらわないために頭の位置を変えます。頭の位置を変える、くっついた時相手が打ってきたら頭を変えれば微妙に打つポイントというのは変わってくるので、相手も少し手が出しづらくなります。くっついた時もし打たれたら頭の位置を変えて、押し込む方向としては下からすくい上げるように入っているので、そこから斜め上に押し込む感じでいってください。これが前側でなくてここのてっぺんで当たってると、押そうとしても力が下に抜けるので、こういった形で相手は下に潜られてます。潜られたのに押し勝とうとするのは、これはかなり足腰体幹強くないと勝てませんし、スタミナも使えます。相手に潜られてる状態で下から斜め上に押されると体が起き上がります。起き上がると今度押し込む力が弱くなるので下がらせることができます。下からすくい上げるように入って胸を当てる、肩を当てる、そして斜め上に押していく、ロープまで押していったらバックステップして今度は打てる空間作ってパンチを打っていく、そういう風に活用してみてください。肩で相手を飛ばすこともできるんですけど、当たったこの肩をクッと入れるだけで相手斜め上に飛ばすことはできるんですけど、これは注意されなかったらテクニックなんですけど、肩でこう攻撃すること、これ自体は反則なので、飛ばした時にレフリーに注意受ける、反則取られる、そういったこともあります。または肩で顎を飛ばしてくる、そういった選手も、まあ、少しダーティーファイトなんですけど、そういった選手もいます。これは自分が使うというより、そういった相手もいると頭に入れておいてください。
なので潜られた時、気を抜いては絶対ダメです。ここはクリンチの時もそうなんですけど、揉み合ってる時にくっついてるからレフリー来るだろうと、ブレイクしてくれるだろうと気を抜いてると、そういった攻撃を受けてしまう。もちろん肩で突き上げるの反則なんですけど、それでもしダメージを受けた場合、それはすごくマイナスなことなので、気を抜かないようにしてください。接近戦でまず自分のパンチを当てます。ポイントを取らないといけないので、まずパンチを当てる。その後もらってしまうと、ここでポイントを分け合うことになってしまうので、相手のパンチを遮断するために肩を当てて攻撃を止めます。相手が打ってくるようなら頭をうまく入れ替えて打てないように、そして押し込んでいく、斜め上に押し込んでいく、ロープまで押し込んだらバックステップを使って打てる空間を作ります。そしてもう一度打ち込む。こういった風にポイントを取っていってください。ただしクリンチもそうなんですけど、この肩を使ったディフェンス、押し込む、こういったことに頼りすぎてしまうと手が出なくなってしまいます。そうするとポイントも取れないですし、こればかりやってると見栄えも悪くなってしまうので、これは要所要所で使っていくようにしてください。